あっけらかいた2日連続寝坊事件YouTube さんの撮影があったんですよ。なるほど。集合してちょっとあのバスでこう現地に向かうっていうところで、あの静谷から電話かかってきたんですよ。おでも俺僕電車乗ってたんですよ。僕立ち寝してたんですよ電車乗ってたの？釣り革で立ち寝して立ち寝して寝過ごしてて立ってれば起きてるもんね電話来るってなんだって思ったんですよ。一回我に帰って俺なんで立ち寝してなったんだろうみたいな。で結局その日は30分くらい遅れちゃったんだけど、でもそれで終わらなかったんですこの事件。おお、まあ次も朝から取材みたいな時にまた静やから電話かかってきてすいませんでした第一声取材現場行ったら2日連続っていうのに、まあみんなピリピリしてた。中でも彼が一番ピリそれが一番面白いんだよね海が切れてんのがおもろいんだよな。で30分くらい説教されました。覚えてるわ。いけないことだからね。僕もみんなに謝りたいことがある話俺今思い出したわトラビシャパン史上最も失敗した話なんでもな失踪事件すごい忘れてたんですけど、みんなでねトラビシャ全員でコンサートのリハをしてました。そうですね、ありましたもんね。家帰って寝てたんですね。で、いつもだったら僕はアラームで起きるんですけど、その日自然に目が覚めて、ああよく寝たなって。あ、でもなんかいつもと感覚違うなみたいな。でリハの時間が大体僕たち1時だったんです。そうですね、はい、大体でその日も1時集合こう携帯見たら1時起きてても、ね、3時半1時なのに、はい、1時なのに携帯見たら3時半着信めっちゃ来てるんです。何件ぐらい？あの30件ぐらいでメンバーからもなんかもう逆に怒ってるとかじゃなくて心配されてるんですよ俺らめっちゃ心配してるよね。稽古場で最初の30分ぐらいはあいつまた遅刻するのかみたいな、したなみたいな。で徐々に徐々にやばくないみたいなあいつ大丈夫かなみたいな。全然松倉のこと言えねえじゃん。あの本当に言えねえなと思ってあんなに30分説教したのにね。松倉に切れた3日後ぐらいにお前遅刻してるんだもんおやすみ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日もなるです。来ない。来なそうだけどな。あれ来ないと思う。やろうと思ったら遅刻できるよりですもん。うん、松倉はやっぱりアラームかかってでもずっとアラームかかるんですけど、ちょっと消してみて。それ元太も一緒。あ、そうなんだ。元太と部屋一緒だけど、なぜか10時集合とかなのになんかわかんないけど7時にアラームが来たりして、7時から5分おきのアラームが来てる。すげえな。なのに起きないんだよ。朝だよ。おはよう。起きました？朝飯ねえな。おはようございます。タイトはもう強くないですから。もともと朝とか。何？あ、もう。本番中で、うん、もう45分。本番中ってどういうこと？え、もう始まってますね。遅刻した？遅刻してない。遅刻して。遅刻でございます。せっかく YouTube で反省したの。この前。机は食べられないよー。うんうん。なんかお味噌汁が良かったね。言いたいと思います。うん、同じね高校行ってたんですけど、はい、高校で遅刻したら。遅刻カードみたいなのを記入して体調悪かったとかあるじゃないですか。その理由を書くんですけど、うん、でその遅刻カードを見たことあるんですよ。自分が遅れてしまった時にパッて開いたら書いたので埋まりかけてるんですよ、それが理由も書くんですけど、理由が全部遅延なんですよ。下手だなそんな電車乗ってんのそんな
その事実は絶対ないはずなの。それは、いや、寝坊でしたよね。寝坊です。もちろん、正直、高校生の時は、俺、アラームが聞こえなかったのよ。いや、そんなに、言えたか。それ、本当に起きれなくて。今でこそね、ほとんど遅刻しないけどね。そうだね。だから、まあ、無事に卒業できたからよかった。よかったよ、ね、マジで。うん。成長が見れるかもしれない。いいね。あの、どういうドッキリだった？ね、ドッキリだった。成功だった。うん、寝てた。おはようございます。おはようございます。ドッキリ大成功だよ。ドッキリ大成功。まあ、そう、成功だ。どうしたのどうしたの、なんで怒ってんの、なんで怒ってんの。お、お願いします。宮近は、はい、テンションが謎すぎる。じゃあ、時短ず。時短ず。朝のテンション低いっていうのは、まあみんなわかるじゃん。わかるわかる。そこからリハとかも急に元気になってきたり、いつそのきっかけあったみたいな。いつみたいな。スイッチのね。だから俺も最初はなんかチャカとかに合わせて、朝なんかちょっとだるい雰囲気出すの。朝だるいよね。どんどん乗ってくると。わかるわ、直せ。おい、わかるわ。に誰か一人連れて行けるなら誰を連れて行きますか、理由を知りたいですということで。じゃあ、はい。じゃあだから、似た者同士だから。生活面が例えば、動くペースとか、朝遅いとか、夜まで、夜遅くまで起きてるとか、そういうこととか、お前らの動くタイミングじゃ死ぬぞ、多分。大丈夫、大丈夫。意外に中村海人君に甘いした。あ、食べたことない。仲いい人、大切な人だったでしょ。これを機に、そうだね、めっちゃ近くなりたいな。めっちゃ嫌そうになってきた。今、朝早いから、今朝早いから、早いから。恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょ。